ストレートエニアグラム二等辺の友人屋です。T 隊長です。隊長でございます。はい。今日はですね、タイプ7、タイプ7の成長するためのワークということで、同じようにカレンウェブさん、鈴木秀子さんが訳された9つの性格タイプがわかるから進めたいと思います。はい。タイプ7、この本では楽しさを求め計画する人なんて書かれています。永遠の楽観主義者、恐怖にとらわれていることもあるが見かけは全く正反対ですと、明るく元気いっぱいで見るからに魅力にあふれています。社交的、空想が好きで一面そのワーカホリックで、思いつきから多くの計画を同時に進行させますと。ただその同時に進行させる、新しいものを同時にやるっていうのは苦しいことを辛抱できない性格だからだと。一つのことを完成させるのがとても苦手ですと。なんでその真面目なタイプからは軽薄に見られることもあるなんて書かれています。タイプ7、とらわれが貪欲とか、この本では退職なんて7つの大罪の一つ、もういろんな計画をもう一つの経験から別の経験へ、また別の経験へっていう、その人生のいいとこ取りをして、なんか限界のない夢を永遠に生きてるみたいな、そんなタイプなんて書かれています。タイプ7の人って今あるものでは幸せになれないっていう恐怖を抱えてる、不安を抱えてるんで、はい、あ、もしかするとあれかもしれないって。なるほど。ですぐ行くけどみたいな。この本ではそのストレスを感じる時、タイプ7が、として書かれているのは、はっきりとした限界が見えた時に。ストレスを感じると書かれています。例えばその仕事の締め切りをどうしても伸ばせないから、ここは苦しまないといけないっていう時とか、その感情的なごたごたに巻き込まれるのがなんか容易に分かってしまうような時とか、そういう時はその批判されたり間違いを犯すことに無意識にそういった面に恐れています。その部分がストレスを受けて強くなると、タイプ1の完全でありたい人の特徴が現れますと。イライラしてつまらない荒探しをするようになりますと。またその人の邪魔をしたり、相手に怒りを覚えて、その辺は自己主張ですから、多分タイプ3と同じように攻撃は結構すると思います。するし、なんか思考タイプで頭の回転が速い。僕言葉出ない、同じ思考タイプだけど言葉出ないですけど、タイプ7はまたちょっと違うんでしょうね。思考タイプで頭の中でくるくる回りながら、そんな周りからの見た目とか気にしないんで、思ったことはバンバンいい。仲間の目とかは気にしないんですか？気にしないのがタイプ7じゃないですか。確かに。人の目を気にせず自分のやりたいことをやるみたいな。はい。だから多分。タイプ3とかは、多分合理的に何かを責めると思うんですよね。人を責めようとしたら。的確です。それが、タイプ7はもっと熱く、頭の中で思い浮かんだ瞬間的なパッパッパッパって出てくるんですね。相手に反撃の余地を与えない。なるほど。ダーッと攻める。はあ、恐怖を覚えました、今。なんか、明石家さんまとかそんな感じするじゃないですか。怖いですね。なんか、バーッと隙間がないぐらい喋りそうじゃないですか。岡村さんも恐怖だって言ってますからね。番組終わった後の電話が恐怖だって。そんなタイプ7が成長するために心がけることとして書かれているのは、1、瞑想してみなさい。心の成長のためには退屈なことも我慢しなければならない。ということを理解し、逃げ出さないでとどまりなさい。1、明るいところへ飛んでいってしまう自分に気をつけなさい。今まで気づいていなかったものに気づき、痛みを超越している自分を見つめなさい。1、この世の楽しみだけを経験することは、生きていくことの半分しか経験していないのだということを理解しなさい。楽しみだけを追求するのでは、何かを失ってしまうことを忘れてはいけない。1、あなたの心が走り出して新しいことをやろうとしているときは、スローダウンして目の前にあるものに注意を向けなさい。それが楽しいことであっても、苦痛を伴うものであってもである。何を避けようとしているのか自分に聞いてみなさい。1、やりたいことをいくつか捨てなさい。興味の対象を絞って、一つ一つに深く関われば、今よりも素晴らしい経験を味わうことができるはずだ。1、やりたいことを制限してしまったら、何も経験できなくなると思っているかもしれないが、それは間違いだ。1、あなたが批判されたり、責任を問われた時に、取り繕ったり、話をでっち上げたりしていることを認めなさい。そして、本当のところはどうなのと尋ねなさい。1、腹が立った時は、それを合図だと思って、他人の言葉に耳を傾けなさい。そして、正しいことを行っているかどうか、よく考えてみなさい。1、他人の批判や意見の食い違いを受け入れることを学びなさい。1、一度に一つのことに取り組んで、それを完成させなさい。1、周りを幸せな気分にするために、問題を片付けたいという衝動を抑えなさい。1、あなたが劣等感を感じている相手、それが昨日までの友人であっても、やあ、あなたほど能力がなくて、あなたほど楽観主義でないからという理由で優越感を感じている相手の値打ちを正しく認めていないということに気づきなさい。でございます。はい。先ほど申し上げた、タイプ7がストレスを感じた時に、そのはっきりとした限界が見えた時、でそれは多分タイプ7が思う限界であって。なんか本当にそこが限界ですかとはちょっと思うんですよね。それ多分タイプ7的にもうつまんなくなっちゃう。なるほど。もう先が分かっちゃうともうつまんないみたいな状況だと思うんですよね。美味しいところはここからっていうところもあるじゃないですか。そこを突き詰めるのが多分面倒くさいんですよ。でももっといいものが他にあるかもしれないし。って思ってるんですよね。って思ってる。はい、だから先が見えちゃうと、あ、ここまでかみたいな。でもその先が、本当にそのなんていうんだろう、真の意味で先かどうかは分かんないですもんね。分かんない。だからタイプ5のように突き詰めるともっと先が広がるかもしれないじゃないですか。っていうことなんですよね。はい。あとはこれはもう本当他のタイプとは逆で、とりあえず走り出そうとするタイプなんだに対しては足を止めなさいってそうとりあえずしきりに言ってますね。とりあえず走り出すんですよね。で、タイプ7は走り出して、こう、周りの人をこう巻き込むじゃないですか。はい。で、走り出したんだけど、こう、思考タイプだから頭の中でこう、結果が見えて、やっぱりやめたって。なるから、こう、無責任だって。はい。走り出したんで、あいつすぐやめやがって。ってなる。なんで、そういう時は一回、スローダウンして、目の前にあるものに注意を向けなさいと。だから、今手につけてるものをちゃんとやりなさいってことだったと思うんですよ。はい、で、多分、その、限界が見えた限界じゃなくて、もっとおっしゃる通り、掘りなさいと。その先にね、見た限界よりも、もうちょっと先掘ってみてっていう、もっと先を掘る必要もあるし、まずそこまで行きましょうっていうところあると思うんですよね。そこにも行ってないんですね。そこにも頭の中でそこで行って、あ、つまんない、あ、だから先が見えた段階でもうつまんないと思っちゃうんで。なるほど。もしかしたらこっちの道もまたあるかもしれないしとか、可能性はもっと深く掘ると広がるよっていう話ですよね。だからまずこうやるって思ったら、最後までやりましょうってところだと思うんですよ。あとはそのやりたいことをやりたいことを制限してしまったら、何も経験できなくなるじゃんって思ってるかもしれないけども、あなたこっち側は経験してないでしょって話ですよね。こっち側っていうのは自分が限界を決めてこっちに行った瞬間のこの部分はまだ経験してないわけですもんね。頭の中で経験しただけで、だったらまずそこを経験しましょうっていうことなのかなと。で、こう自由が好きなんで、こう制限されるのが嫌だ、制限されたら面白くないっていう意味ですよね。それはこうそうじゃないんだよ、あ、そうじゃないんだよっていう意味です。はい。で、あとは批判された時に取り繕ったり話をでっち上げるっていうのはうまいんでしょうね。うまいと思いますよ。思考タイプでバーっと言っして、相手の反撃の隙間を与えず、言いくるめて、はい、じゃあみたいな。っていうところは、一回話を聞いてくださいと。うん、これもなんかタイプ3の時も話を聞いてくださいをたくさん言ったんですけど、一回黙ってと、うん、その回りすぎる頭を止めてくださいと。で、まあここの本でも締めで書かれているのは、うん、タイプ7はその世界中で手に入るものをできるだけたくさん味わってみたいと願い、そうすることで満足感を得ようとしている、まあ貪欲退職ですから。しかしその精神的に成長するにつれて、そのタイプ7が求めている完全な経験っていうのは、結局はその外じゃなくて自分の中にしかないことを理解することになると。でそれは本当に価値のあるものっていうのは、現実にきっちり焦点を当てることでしか手に入らないものがあるよと。その確かにこの人は基本ずっと外向いてるんですよね。外矢印はずっと外にあるんですけど、ちょっと自分の中を見つめてみなさいと。ちょっと行き過ぎてる。行き過ぎてますよね。っていうところですかね。言い過ぎですかね。言い過ぎですかね。言い過ぎってどういうことですか。タイプ7の人に対して。言い過ぎではないと思いますよ。まあタイプ7の人はだからちゃんとやりますよじゃないですか。こうやり始めたことを最後まで。そうですね。途中で違うものに目が移ってやめてしまうけど、はい、ちゃんとこうやりましょうみたいな。多分そこの経験、あなたがやめてしまったそこの経験も新しい経験ですよと。あなたにとってはやり遂げるっていう。だから本当にやった後に次のことに行きましょうだとは思うんですよね。はいはい、僕も知り合いのタイプ7の人とかも、はい、スキューバダイビングを始めたんです。スキューバダイビング。でこうセットを30万ぐらい全部揃えて、はい、1ヶ月後に飽きてやめたみたいな。揃えた瞬間に。揃えた瞬間に。だからスキューバなんかもう数回しか行ってないみたいな。なるほど、うん。最初めっちゃ面白いと思って道具も全部揃えて始めたけど、1ヶ月やる。まずレンタルから始めましょうですかね。でも欲しくなっちゃうんですよね、多分。欲しくなっちゃう。新しいギアが。すごいって思うんじゃないですか。で、こう、一回、なんか、体験かなんかしたら、すっげえみたいな、この世界面白いな、みたいな感じで、やろうと思ってやり始めるけど、先が見えちゃうんじゃないですか。でも、それこそスキューバなんて、多分面白い部分はもっと深みにあるかもしれないですよ。もっと深みにあると思うんですよ。ちゃん、本当の意味で深い部分に。そうそう。だけどこう、あ、でもまあこういう景色なんだなっていうのがこう想像できちゃう思考タイプなんで。なるほど。で、まあ、そこでもう満足しちゃうのか、まあ、違う新しいものが目についちゃうのかですよね。はい。こう想像、あ、こんな感じかって想像ができちゃうと、先の見えてないものが、まあ場所によっていろいろあるじゃんとは思うんですけどね。思いますけど。はい、だけどこう、全く見えてないものが多分刺激的に見えるんですよ。全く経験、全く未知の世界。なるほど。だからこう、あっちの方がっていう欲求に駆られちゃうみたいな衝動だと思うんですよね。だからちゃんとこうスキューバーならスキューバーを体験した方が楽しいんだよ。だからまあ、走る前に一回、スローダウンしながら、スローダウンしてみたらですかね。この、違うものに対する衝動を抑えましょうだとは思うんですよ。はいはいはい。スキューバを始めた、なんとなくちょっと入り口が分かって、あ、こんな感じかっていうのがなんとなく理解できたときに、こう全く分かんない、なんですかね。スキューバ、釣りとか、似たようなもんかな。っていうのがこう、釣りってどんなもんなんだろうっていう興味がこう湧きすぎちゃうと思うんですよね。なるほど。で、その結果こっちに対する興味が薄れてって、今度こっちを始めるけど、みたいな。パートナーとしてたまったもんじゃないですね。お金がいくらあってもみたいな。お金がいくらあっても。だから思考タイプなんで、くるくる回って、で、多分6は、それと反対のものも回ると思うんですよ。そうですね。買って大丈夫かはありますけど。やりたいっていうのがくるくる回って、それ買って大丈夫かっていうのがくるくる回るから。あと危ないっていうのもありますね。危ないっていう。で、その辺で多分。止まります。止まるわけじゃないですか。で、それがこう、7の方は行動する方ばっかりこうくるくる回る。やりたいがくるくるって回ってるんですね。だからもう、やるためにはどうしたらいいか、やるためにはどうしたらいいか、みたいなことばっかり考えてる。そんな感じですよね。なんかこう、頭の回転が速いのは多分思考タイプどれも一緒なんですよ。なるほど。それがこう、ある一方向だけに進むと7みたいになるっていう。これタイプ7はアドレナリンも、ノルアドレナリンもセロトニンも、マックスの人ですから。そう。はい。だからもう一方向に進む。はい、マイナス方向がないので。ないみたいな。ブレーキがないっていう。立ち止まりましょう。はい。というとこですか。そうですね。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。